たち。いやー、俺たちもついにスタンプレビューか。まあキャラクターとしての一つのステータスだな。これがスタンプ一覧全40種類だ。おー、すごい、使いやすそう。ちょっと3人が多い気するけど、まあ無難な感じか。テコテン、カラオケ行こうぜ。テコテン、行く行く。テコテン、私眠いわ、パス。テコテン、いい夢見ろよ。いいね、ちょっと楽しいじゃんこれ。使いたいね。うん、使おう。これ、俺いなくないっすか。あ、ジャーさんにケトラー君までいるってのに、どうして。作品にスパイスを与える名バイプレイヤーとして確固たるポジションを築いているはずなのに。言うならばサザエさんにおける中島、ドラえもんにおける出来すぎ、名探偵コナンにおける怪盗キッド、ドラゴンボールにおける天津飯、もしくはちゃ、ゴーゴー家電男子の LINE スタンプがついに登場しました。やった。でも、LINE スタンプっていっぱい出てて見つけにくくない？そんな方のために、ホームページからもスタンプが購入できちゃいます。ほんとだ、気が利く。ということで、ゴーゴー家電男子 LINE スタンプは番組ホームページからご購入ください。せーの、よろしくお願いします。ゴーゴー家電男子ポットン役の中山雄一郎です。ドラム役の浜野健太です。ドライアンナ役の花澤香菜です。なんとこの度雑誌デジモノステーションでゴーゴー家電男子のコラム連載が決定しました。このコラムはですね、男子3人が女子の流行りものをあくまでも真剣に語っている、そんなコラムです。真剣に、はい、女子のこと知ってデジモノステーション読んでいただけると嬉しいです。というわけでゴーゴー家電男子でした。ゴーゴー、レンジローです。チャンネル登録すると新作動画更新のお知らせが届いちゃいます。更新は基本週2回だぜ。